川のある村からの使い。ストーリー、直川隆さん。出演、遠藤守也。雑居ビルにある事務所のガラス窓を強い雨がしきりに叩いている。近頃台風が多く大雨の日が続く。信頼していた経理の人間の裏切りのせいで私の会社は窮地に立たされていた。先々月次男の幸次郎が生まれ、これから踏ん張らねばならないと思っていた矢先だった。土砂降りの中をずぶ濡れになりながら資金繰りに奔走する日が続いた。晩酌尽きたかと思われたある日、疲労困憊して事務所のソファーに体を沈めていると、ドアを開けて一人の男が入ってきた。80いや90近いだろうか。ジャケットにループタイというスタイルにソフト帽、ズボンの裾が濡れて黒い。男は名を名乗らず、ただ水落ち村のものだとだけ言った。水落ち村、どこかで聞いたことがある。ご存知ありませんかな。あなたのおじい様、それとお父様がお生まれになった村です。そう言って男は来客用デスクに座り、ジャケットの内ポケットをまさぐった。分厚い茶封筒を取り出すと、ぶしつけかもしれませんがとこちらへ差し出した。もし何か今お困りなのでしたら、このお金をお使いください。はい、いえ、差し上げるのです。事業所もいりません。私はあっけに取られた。そんなものをもらういわれがないと突き返すと、男はあなたのおじい様と水落ち村の約束があるのです。だからこのお金はあなたのものなのです、と答えた。私は父方の祖父について多くを知らない。私がごく幼い頃亡くなったし、父が成果について話すこともあまりなかったからだ。父は青年期まで過ごした水落ち村を出た後、東京で就職した。結婚を機に近郊の新興住宅地に家を買い、そこで私と弟の英二が生まれた。そんな父に一度ふるさとのことを尋ねたことがある。父は自分の弟を幼い頃亡くした記憶があり、その村のことはあまり思い出したくないのだと語った。村の話を父としたのはその一回きりだ。父は英二をとても可愛がっていた。自分の弟を亡くした後悔がそうさせるのか、溺愛と言ってもよかった。その英二が行方不明になったのは私が小学3年生の頃だった。ちょうど今年のように台風が全国的に猛威を振るう年だったのを覚えている。父は半狂乱で町中を駆け回ったが、弟の姿は現れなかった。その後どうしたわけか、我が家の家電製品が全て新しくなり、車も新車になった。ピカピカと眩しく輝くものが家の中に増えるのと相反するように、父は塞ぎ込みがちになり、数年後病で亡くなった。大学進学を機に私は家を出たが、父の残してくれた遺産は十分あり、
経済的には分不相応なほど恵まれた学生生活を送った。その数年後、母は家を処分した。弟を亡くした記憶の染みつく家が消えたことで、安堵に似た気持ちが湧き起こったのを覚えている。一体どんな約束がうちの祖父とあったのです。私が問うと、男は懐をまさぐってショートピースの箱を取り出した。マッチでタバコに火をつけ、きつい匂いの煙をゆっくりと吐き出してから話し始めた。水落ち村は昔から暴れ川に悩まされてまいりました。開墾以来何百年でしょうな。ひとたび川の水があふれますと、赤くて酸のきつい泥を田畑がかぶってしまい難渋します。ですから手立てを打つ必要があった。川の神を鎮めるために犠牲を払う必要が。犠牲？ええ、誰かがそれをやらなくてはいけないのだが、手を挙げる者はない。しかしその中で唯一。男はタバコに口をつけ、もう一度煙を吐いた。唯一あなたのおじい様が松代にまで渡ってその犠牲を払うという約束をしてくださいました。本当に尊い申し出だった。私はまだその頃小僧でしたが、あなたのおじい様のご油断を家の者から伺い、大変感銘を受けたのを覚えております。男は煙をすかして遠い景色を見るような目つきをした。ですから我々はあなたのお家を代々村を挙げてお助けする義務があるのです。取引だなどと言い立てる者もおりましたがそういう口さがない連中に限って何もしないものです。そう言って男は茶封筒に手を添えると、こちら側へ押して起こした。その仕草には何か有無を言わせぬ力があった。男はタバコをもみ消し、そろそろおいとましましょうと立ち上がった。おそらく伺うのもこれで最後になるでしょう。水落ち村の暴れ川も来年あたりようやく護岸工事が始まりそうでして、捧げ物の必要もようやっとなくなりそうなのです。男は帽子を取ると深々と一礼した。本当に感謝いたしております。男が去った後、茶色い封筒の横の灰皿から薄く煙が上がっていた。その時携帯が鳴った。出ると妻の震える声が耳に切り込んできた。こうちゃんがいないの？窓際のベビーベッドに寝かせていたら窓が割れてて、こうちゃんが、こうちゃんが。窓ガラスをさらに猛烈な雨が叩き始め、轟音が電話の向こうの妻の声をかき消した。